君は 100% で、すごいもん、だからさ、ボブの車に入ってる曲をレンジマン多分聞いたことないもんね。ないだろうね。あのレンジマン乗るとき絶対レンジマンの曲かかってるから。そうそう。で本当にさ、あんま知らん場所入ってんね。うん。青森感が強い場所に来てるよね。ね。風景が。なかなかだねこれ。我々が普段行く地域でもここまでじゃないもんね。ね。ここまで家もあんまないレベルは少ない。なんかすごい、だから桃太郎ってできるもんこの辺で。ああ、桃太郎感あるよ確かに。ね。家見えてきてる。田んぼや畑が。米は作られていくのでした。ね。畑戦隊。ガーデニン、はい、ガーデマン、ガーデマン、ガーデマン、ガーデ、必殺ガーデニンド、ははは、は必殺ガーデニン、な似たようなこと前盆栽テガボンでやったけど、必殺ガーデニンは主人公、植木屋の八五郎がいて、町でなんか嫌な事件が起こると恨みを晴らすにあたって植木とかのアイテムを使って敵を殺すって。なるほど。夜忍び込んで、あ、植木で殴りつけて、そう、高いところの枝切りバサミ、天井から首切ったりとか。なるほどね。あれで、ね、タケノコの成長速度早すぎて首つって死んだ人がいるよ。で、寝てるやつの首元にタケノコを埋めて。あれだって、タケノコあるの分かんないぐらい短いやつの上に間違って横になって寝ちゃって、次の日もう目覚めることなく、自分の身長より高くなって死ぬからね、首つって。酔っ払ってサラリーマン、それで死んだらしいからね。タケノコあるのに気づかずそこに寝て、次の日の朝にはもうその人の身長より高く伸びてて首つらさったと。なかなかだね。ね。じゃあそれもいるわ。ね。タケノコ売りのゴンザレスが。ゴンザレスはねえな。ゴンゾー。タケノコ売りのゴンゾー。バンゾーとかね。名字がバンブとか。農家のひとすけ。農家のひとすけは、あれだな、精米前の米投げて目くらまして、なるほど、ふらふらしたところを声だめに落としてぶち殺す。なるほどね。移動式の声だめ持ってくる。どうやるんだろうね。移動式の声だめってさ、難しいよ。車ついてて、なんか持ってくるんでしょ、引いてくるんだよ。嫌だね、移動式の声だめ。仕事の人間だから、やっぱりみんなで出陣するときに街の真ん中とかすごい歩いてるシーン入るんだけど、そのときに要するに声だめを引いてるんだよ、そいつは。最悪だね。人助は匂いも相当なのに、周りの家の人たちちょっと困ってるよ、きっと。くせえな、なんかバレるよね、それって。隠れてやんだけど、これなみに落として殺した死体どうするのかも問題だよね。あ、ねえ、そっか、てかさ、仕事人ってさ、よく死体残ってんのに捕まんないよね。まあ、捕まるんだよ、だから。ああ、そうなんだ。最終回とかになると。ああ、なるほどね。死んだりするから。あ、そういうことか。うん。一応、やっぱあれってバレたらやばいんだね。当たり前だけど。殺人だからね。ねえ。金もらって殺人してる人たちだから。そういうことだよね。別に正義のヒーローとかじゃないからね。ね、一応ダメなことしてるよってことか。うん。小枝目売りの人志も、そんなやついる。なんか農家の人助も最終回で死ぬんだよ、きっと。なるほど。あれだ。小枝目に身を投げて死ぬ。ああ、なんて投げたの？正体バレて。あ、そういうと。このままじゃお上に殺されちまうよ。こうなったら死ぬしかねえ。小枝目に身を投げてポチャン。暗
さ、思ったんだけどさ、地獄少女だかなんかもさ、なんていうのかな、依頼っていうかさ、恨み晴らす系だよね。ねえ、でさ、どっかの回でさ、恨み晴らしてくれって言った方が悪いのに、悪くないやつ地獄に落とさなきゃダメになって、でなんか仲間にあんたいいのかいって言われたけど、ああまあしょうがないじゃんって感じでやる回あったけどさ、仕事人とかもあるのかな、依頼してきたやつの方が本当は悪いのに。多分探しはあるだろう。ああやっぱあるんだね。多分あるでしょ、探せば。あれさ、気の毒だよね。仕事人だったら死んで終わるけどさ、地獄少女別に悪くないやつ地獄に落とすからね。なかなかだよね。刑事ドラマとかでもよくあるけど、ああなるほど、本来はこいつの方が悪いんだけどもっていう。ソルブリンでもあったもん。なるほどね、子供向けヒーローでそんなことやられても困るけどね。ああ困ったけど。そうだよね、なんかアリバイを偽造されて、ああそれをなんか暴くこともできないので、ソルブリンがそのままこいつの方が絶対悪いのは分かってるけど逮捕して終わる。なるほど、そのまま終わるからね。しかもあそこから逆転とかなし。世の中そういうこともあるよって教えるかいか。教えられても困るけどね。ねえ、純粋な心を失わせにかかれてる、なんか誤って車で跳ねた女の父親がその跳ねた側の金持ち息子みたいなのに復讐しに来るみたいな話。なるほど、最後はその復讐しに来た親父が逮捕されて、一番最初に引き逃げした金持ち息子はそのまま。ああなるほどね、そのまあ親父はなんかソルブリの主人公の訓練生時代の教官みたいなやつ。ああなるほど、そういう話でした。思えばあれだよね、ゾンサガのさくらちゃんも聞き殺した人誰か判明してないよ。 あれただの事故だろうから。ああ、あれで実は殺人だったら衝撃だけどね。あね、事故じゃねえと。あ、有料入るんだこれ。なるほど、そういう罠なんだ。だからこの日永道か。あれが入っちゃったもんはしょうがないか。そんなかかんないだろうしね。ただあれだよね、つまりだけどさ、より早く青森着いちゃうわけだよね。そういうことね。だからこれ今東に5時43分に着くことになってる。なるほど、まあでも飯も食ったりとかすればちょうどいいんじゃないの。ああなるほどね、例によって8時20分ぐらいに出雲のスペースにいる必要がある。00登場しねえから。あ、00、まあ00はいないよね。00、03とかね。いやー、日朝もいろいろやってますけどもね。やってませんけど。ああ。やってませんけどっていうの何回今日言うのかって話。ね。いやもう何もないからね、一応テレビとかが今。ああそれは言うネタもないよ。そう、間空いたけど別にその間は空いてるのは別にこう充実の期間ではないという。3月4月5月何したかって言っても何もしないもんね。生きてたねっていう。ああ飯食うのすらちょっとあれだもん。飯食うっていうか買いに行くのとかすらなんかちょっとね、いいのかなってちょっと思っちゃう感じなのね。いやー苦行だよ。ここまで苦行な日々もなかなかなかったよね。まあね、外に出られないから家でテレビ番組を見るしかないっつって。ああ。胴上げ上がんねー内容までとかずっと見るわけだよね。あ、そこだよね。ボブさん、やっぱり何回聞いてもテレビ番組って聞くとさ、バラエティでも見てんのかなって一瞬思っちゃうけどさ、そういえばそういうテレビ番組って、バラエティは見ないからね。ねえ、なぎすけぐらいしか見てない。ああなぎすけと内
内村サマーズとサマーズサマーズぐらいしかいない。なるほどね。うん、マギスケは見てる。ああ、マギスケね、よ、まあ復活してよかったよね。なぎすけだって言うじゃないですか。ねえ、あの歌作ろうぜっつって、うん、我々も作れんじゃない。かカベンフレンズだーな。何から何までパクリってダメだね、今それ聞いた瞬間。歌もそうだし、タイトルもパクリだし、カデフレ、カデフレ、しかもなぎすけ的な個人名じゃないし。ねえ、あとあれだな、あのさ、一つさ、分かったことがあってさ、プレステ4でさ、YouTube 起動して、ログインできない事態が発生してたの。あのそれはもう誰でも全員だろう、あのプレステ側の不具合でなんかこう、でしばらく何日かの間対処されなかったっていうかさ、対処できなかったくさくて、何日かログインできなかったんだけど、ちょっと家電フレーズ見たいなと思ったのに、検索するしかないと思って、家電フって入れたら、ひらがなの家電にカタカナのフレンズでちゃんと候補に家電フレンズ出たんだよ。すごいよ。で、何でも出るんじゃないのって言われるかもしれないけど、例えばボブ・ギラスは最後まで歌だけ出ないし。なるほど。だからあの家電フレンズ一応ね、そういう単語としてね、認識入ってるらしい。なるほど。何基準なんだろう。それで検索してる人がいれば入るのかな。家電フレンズで検索してみるやつ確かにあんまりいなさそうだけどね。で、家電フって入れたら家電フレンズここに出てもちゃんと正式タイトルで。家電フレンズ。まあね、2017年くらいからやってますからね、これ。ああ。4年目くらいになってるから今。で、よく4年もやってるよ。本当ね。ブログもデジタル家電フレンズだからね。ああ、そうだよね。君のブログがデジタル家電フレンズだもんね。ああ。デジタル要素の方が強いけどね。ああ。むしろ家電フレン、あ、でも、そうか、何も知らない人からすればデジタルな家電紹介してるフレンズみたいな感じに聞こえるのか。うん、デジタルと家電かぶってねえかって思う人いるだろう。ああ。家電フレンズのデジタル版という位置づけだからね、あれ一応。デジタルフレンズでいいんじゃねって思ってる人いるかもしれないね。うん。フレンズ要素ないしね。ね。人一切出てこねえもん、そうだよね。うん。どっちかっていうと、ボブエキスポの方がボブエキスポフレンズって感じだもん。うん。家電フレンズにだって、電子レンジマン氏以外の人物が関わってくる場面ほぼないもん。ねえ。たまに家電フレンズの話のところで、ボブエキスポ関連が。ね、出るぐらいだよね。そういう日に行くっていうことで解釈してる人も、ね、いたりいなかったりするかもしれない。うん、いやー、ブログもさ、なんか結局本当は Twitter とかで、そういう界隈のやつらとかになんかうまいこと取り入れればいいのかなと思ったんだけど、あんまりにも鬱陶しいからやりませんでしたね、結局。なるほどね。うん、ブログは一人でやるもんだよ、やっぱり。そんな人に取り入るもんじゃねえよ。なるほどね。うん、しゃぐに触るし。ああ、うん、こういうところでも僕のこの会社に入れないタイプのやつが出てしまった ね。ああ、ブログ運営という場面でもね。なんかこのツイッター見るとブロガーのそういうガジェット系の人たちはみんな、なんかフォローとかし合って、ああ、なんかいろいろやってるみたいなんだけど、ああ、まあ鬱陶しいわなと。なるほどね。そんな奴らと仲良くなったところで何か得があるのかなみたいな。まあ、得はあるって言ったよね。まああるね。今の話だと。まあそいつらにまあブーストかけてもらえば絶対閲覧数伸びるだろうけど。ああ。どうせ何か倍されんだろうみたいな。なるほど。ああ、じゃあいいわ。何もされてない状態でこの結論に至りました。なるほど。ああ、どうせ見下してんだって。ああ、そういうもんか。ああ、ダメだね、やっぱり YouTube もそうだけど、ああ、一人でやった方がいいよな。でも、なるほど、人が一人でも介入するともうダメだね。ああ、なるほどね。じゃあこの動画何なんだって話。ああ、うん、なんだろうね、まあどうなんだろうね、見る側の、まあ、ブログも動画もだけどさ、人ってさ、ああ、みんなでワイワイやってる感が好きな人ってどんぐらいいんだろうね。まあチャンネルにもよるのかね。まあ物によるだろうね。フィッシャーズならいいけどみたいな。ああ。
ワイワイやってるべきじゃないコンテンツでワイワイやってるとなんか何これってなる、うん、なるね。だあの玩具レビュー系のやつで、うん、たまに複数人とかなってると、うん、なんじゃこれってなるけど、うん、なるわ。僕もそうだ。ガジェット系のもともと一人でレビューやってた人が、ああ急に自分の家族とかやたら出し始めちゃって、ああ、あーってなること多いよ。ああ、ああ、家族見たいやつなんて絶対いないと思うんだけど、どうなの。まああんまりいないと思うけどね。興味ある人の家族何人くらいかな。うん、そしてこの有料道路は、うん、速い代わりにすげえ音がする。あんま、どうやってね、録画で聞けば入ってなかった説もあるけど、どうだったっけ。前、盆栽テガボンもこういう場所だったんですよ。そうそうそう。で、食べたやつは、これ盆栽テガボンの場所だよ、きっと。だよね。うん。クロヘロ編でおなじみ。そう。クイボーグサルちゃん。クイボーグサルちゃんとか。クロサルファーゴル。なんで、あの、あれだね、さっきまでさ、有料下げるように設定してたのにさ。うん。今入れるとき、そうし忘れたっけね。いや、そんなことないと思うんだよな、うん、僕絶対一般で入れたと思ったんだよな、うん、なんで有料に導かれたんだろう、うん、謎だな、うん、盆栽テガオン FX なぁ。じゃあ、ちなみに FX は何なんだよ。鉄人28号 FX。 あー、そういうとか、うん、FX ね。あの盆栽テガボンが3年ぶりに帰ってきた。はあ、はあ、テガボン、メガネ、ガキーノ。ガキーノはそうだけど、メガネだっけ。あとなんだっけ、カメ持ちいたよね。あー、なんだっけね、ハサミシジャーメン佐々木だっけ。あ、そんなんだろうね。シジャーメン佐々木、女いなかったっけ。いや、いたよ、多分女。あいつらが帰ってきた。ああ、最後地球が盆栽になるんだよ。そうだよ、そうだよ。で、2もあったよね、確か。あ、そうだっけ。2あったけど、なんかグダグダになって死んだんじゃなくて、ガーデニングなんとかっつってたやつ、多分。そうだ、あれを無視して盆栽テガボン FX。 前回は地球クラスの戦いだったけど、今回世界規模だっつって。なるほど。まあ、宇宙規模でもいいけど。宇宙か。宇宙を盆栽にするんだぜ。ああ、俺テガボン、宇宙を盆栽にするぜ。宇宙を、そうだよ、だってこのさ、うん、景色見ながら盆栽とか言ったよね。そうだね。盆栽テガボン。盆栽テガボン。テガボン君、どうしたんですか。メガネ、どうやら今宇宙ではヤバいことが起きてるらしいんだ。俺たちで宇宙に飛び出して盆栽ファイターの決着をつけようぜ。そうですね、テガモンさん、ガキーノたちを呼びましょうよって盆栽ロケットに行って旅立つ。なるほど。したら宇宙魔王みたいなやついて、宇宙魔王が銀河系を盆栽してた。なるほど。そう、だから地球で地殻変動が起こって天変地異が起きてるって。ああ、このままじゃ地球が壊滅してしまうんだ。なるほどね。で、まあその盆栽、銀河盆栽化計画をやめさせなきゃいけないんだけど、ああ、それをするにあたっては、その宇宙魔王の本来は素晴らしいはずの盆栽を否定しなきゃいけないっていう難しい問題が絡んでくる。ああ、つまり地球は今の位置にあって銀河系の形も変えないままで最高の盆栽っていう候補を、意見を提出するっていうのが目標なんだよ。なるほどね。そう、ちょっと高年齢向けになってる。まあ盆栽だからね、もともと。あれで前ここで確かあの黒ヘロヘとか言ってさ、そうそう、笑ってた記憶があるもん。黒ヘロヘ、うん、650。
かけず有料入って650円ね、かかったけど、まあしょうがないか。え、なんでだ、僕はあの一般って設定してんだけどね、ナビで。まあ、機械のトラブルが。あ、ね、それが遠浅出てくるときに、一般って設定、再設定しな、忘れたのかね。まあ、あれとして。盆栽魔王、宇宙魔王、いいか、銀河はこのままが美しい、すでに完成されている盆栽なんだ。はあ、何を言うでおじゃるか。この銀河系はこの宇宙魔王の私が全て整えた方がいい感じになるでおじゃる。畜生、はあはあ、ならば勝負だ。あの火星を最高の盆栽にするんだぜ。火星巻き込んだよね。そう、そして火星の現地民出てきちゃう。我々の火星を盆栽にしようとはたわけた連中だ。逆にどうやってんだかね、盆栽するって。映像的には、まあ地球の 3D グラフィックみたいな、あのアイアンマンみたいな感じで、ああ地球のまあ CG がバーンって真ん中にできて、ああああ、その周りで手を動かしてなんか森とかの形を形成していくんじゃないの。なるほど、でも地球の形削ってるような感じ。そうそう、でテカボンが削るとその惑星の上にでっかい腕出てきて、ああ地球の形がガンって変わっていくみたいな。なるほど、うん、すげえ盆栽だ。てか盆栽ってそういうもんじゃないけど、ああカットだろうね、うん、盆栽の域超えちゃった。あ、結論それだ。いいか宇宙魔王、盆栽っていうのは一日のそんな小手先で終わるもんじゃねえんだ。ああ毎日整えていくのが盆栽なんだぜ。なるほどね、地球は毎日成長を続けている。つまりお前が手を加えなくても最初から盆栽として完成されているのさ。ああ、その盆栽をカットするのが俺たち地球人たちの役目なのさ。だから地球環境を守って頑張っていくぜとか適当に言って、ああ分かったでおじゃる。なるほどね。ではいずれその完成された盆栽また見せてもらうでござるよつって終わる。ああ、それで最終回。なるほどね、ワンクールだな。平和的解決するね。大して盛り上がんねえからワンクールで終わりだよ。ああ深夜アニメで。そうだね。てかもワンはゴールデンタイムで1年やってたけど。ああもう完全にじゃ降格してる、うん、ちょっとテカボンの当時好きだった高年齢にも目を向けさせようとしたんだけど失敗してそのまま終わる。ああ、例えば稲妻イレブンの新作がさ、ああやるっつってアニメ先にやったんだけど、やったんだ。アニメ1年やった上でゲーム完成しなくてアニメ先に終わったね。すごいね、うん、いやゲームでやるはずのストーリーはもう全部アニメで終わってるって。やばいね。しかもストーリー2個やってるんで、はあ、だからゲームがもしかしたら2も2に分かれてたかもしれない部分まで含めて先に終わるっていう。じゃあもうゲームなんじゃない作り直すらしい、大幅に。あやばいね、うん、なんか作ってると思ったら会社のトラブルであんまできてなかったみたいな。あなるほど、こともあったらしい、ね、アニメの評判最悪だった。なんか俺だ、急にダメになった。かつてあの子供向けアニメでこんな面白いのかみたいになってたのに。うん、僕も見てたけどね、稲妻ひりふんのアニメ。あ結構面白いよ。らしいよね、うん、まあ、ストーリーはまあガンダムエイジぐらいの面白さだった。ああ、なんかガンダムエイジやったあたりから稲妻イレブン調子悪くなったさ、うん、悪くなってたね。ね、稲妻イレブン GO とかね。ああ、やっぱ主役変えるとダメなんだ。なるほどね、うん、盆栽テカボン GO が始まるんじゃない。はあ、テカボンの息子が出てくる。はあ、テガボンの息子、ゴーグル、ダディーノ。そこまで似せるとダメだね、でも。そうだね。筋肉マン2世よりひどいもんね、それって。ああ。テガボン2世、ゴーグルぐらいは巻いていいけど。ああ。なんだかもう、全然違う。ロイヤルマスター。ファイティングギャレッツ。重蔵、はあ、この5人が戦う。あ、今5人いた。ああ
なんか途中までじゃ長い人の名前だと思ってた。テカボン、ゴーグル、ロイヤルマスター、ファイティングギャラッツ、鋳造の5人。だから、ね、全く覚えられないよ。テカボンは死んだって始まる。はあ、実は生きてんだよ。テカボンが死んで15年、テカボンの息子、テカボンの息子オワリくんが、はあ、盆栽修行をしていた山奥で、そう、彼を育てているのはあのなんだっけ、シザーマン佐々木だっけ、いやシザー佐々木が多分そんなんだろう、ね、シザー佐々木が育てた。ああこれまあ完全にラーメンマンですけど、はあ、シザー佐々木さん、あなたの言う通り僕は10年間盆栽修行してきた。だけどこんな修行に何の役に立つのか全然わからない。もうこんなのはゴリゴリだ、10年もやっておいて。ああ何をやってるんですか、あなた10年も盆栽に費やしたのに今更やめるなんて許されない。あなたの親父もとても悲しむでしょう。悲しまないさ、親父は死んでるんだからな、何の感情も抱くことがないさ。ああ俺はおとなしく高卒のあれを受けて大学に入るぜ。そんな風に人生を堅実に積み重ねていっていいのか。それでもあの破天荒な男、テカボンの息子なのですか、あなたは。そうだよ、つまんねえ会話だな俺ね。はそっぱり面白くなるんだぞやっぱ息子ダメだな、こっからどう面白くなるんだろうなっていう感じなのね。テカボンというコンテンツ自体になんか続きが必要ないもんね。あそうだね、終わってていいもんな。まだあのドリームファングとかのやつの方がいくらでも派生いけるから、ね、あれそういえば頓挫したな企画あの記事になりそうだったけどちょっと厳しかったね。もう RPG 作るで作るしかないんだよ。ああドリームファング、ドリームファング、アイドルアマゾンもね。もうだってやってる間にアマゾンズとか出ちゃってさ、タイトルがちょっとオワコン感出ちゃってるね。あれ出た時点で多分まだアマゾンズとかそんな来てないでしょ。そうだろうね、やった時点で。あのしかもだけどゾンサガとか先にやられたし、やっちゃったし、全然違うアイドルが出てくるしかねえのかな。いやもうだからアイドルがダメになったかもね。あの要はさ、斬新な要素、例えばゾンビとかって言ってたらゾンビのアイドルやっちゃったからさ、アイドルもの終わったかなって。もう違うジャンルで我々行かなきゃいけないもんね。野球とか、ああ野球知らない人たちで野球の、しかもスポーツもさ、斬新なのもあるもん、いなり入れもそうだし、そうだね、ミラクルボールとかドラベースもあったしね、巨人の星もあるし、ドカベンもあったし、野球でもう凄まじいことするのはもうやっちゃったもんね。いなり入れほど突き抜けちゃったのあれはサッカーではあるけど、ある中だと厳しいね。相撲とかももうあるもん、ね、ああビームとか、ビーム、ビーム、はあ、ビーム、ビーマーひとゆき、はあ、ビーマーひとゆきっていうだけで、はあはあ、もう地球で今流行ってるのはビームだ。なるほど、はあ、ビームでなんか競技なんだ、ビームの競技、ビームの競技、はあ、的にうまく当てたりする、はあはあ、ビーマーの頂点を目指すって。なるほどね、ビーマーひとゆき、ビーマーひとゆき、なんかビームだとさ、いくらでもやりようありすぎてつまんない気するけど、もうちょっと狭めたいね、うん、ビームだとなんか威力のインフレになって終わるもんなんですよ。ああ僕のビームは70連射できるんだぜ、お前の70連射よりも強力なビームを俺は放ってるんだ。なんだろうな、ビームメイン要素きついかもね。うん、あの、要はさ、ビーム卓球とかならいいってことだよ。例えばさ、うん、あの、スターウォーズの中にライトセーバーが出てくるからいるんでさ、うん、あれ、ライトセーバーっていうタイトルの映画だったらなんか違うなってなるもん。そうだね。ビーム。ビーマー一人。野球ビーマー一人。はあはあはあ。イチローボールじゃなくてビームで野球するっていう、あれイチローだもん、ほぼ。ああイチローはレーザービームって言われてる。なるほどね。ビーム魔球、
もうなんかミットすり抜けてくって、はあ、でキャッチャーのもう手の甲を貫通してビーム行ってて、なるほどね、キャッチャーの心臓を貫いて死ぬって、はあ、それ殺人野球が流行ってる世界で、あれだよね、やっぱさスポーツでさ、はあ、そこまで行ってるの結構あるもんね。あるね、いくらでもあるよ。多分野球もなんか折れたバット刺さるとかあったもんね。じゃあビーマーぐらい普通なんだ。もう誰なんだろうね。野球ビーマーなんで、だって一つの作品に一人いればいいもんね。そいつの主人公が倒して終わりだもんね。こう考えると斬新さって難しいね。うん、宇宙警備員ひとゆき。ああなるほどね、うん、宇宙警備員、オゾン層を守るっていう。あ、なるほど、うん、オゾン層から宇宙人攻めてくるから、ああオゾン層で撃退するぞ。なるほどね、うん、うまく大気圏に落とせば燃え尽きて死ぬから。あー、なんかじゃあミスするとやばいと。そう、ミスすると侵略者が地球に降り立って地球滅ぼされる。なるほど、一度の失敗も許されないって。あー、宇宙警備員一行きにはこのバンクール持たねえな。持たないね。宇宙警備員一人、ガソリンスタンドは一人けど。ガソリンスタンド、ああガソリンスタンド勝負をずっとする。はあ、ここのガソリンスタンドは1リットル125円だぜ俺たちのガソリンスタンドは会員になれば1リットル111円まで抑えられるぜ。あれだもんね、それ日によるしね。しかも抑えたからなんだよと思う。なんで、まあ、レンタルビデオ勝負の漫画この前見たけど面白かった。あるんだ、うん、そんなの。この人気作品をすげえいっぱい仕入れることによって、うん、店の売り上げをみたいな。なるほど、うん、このレンタルビデオをすごい借りさせるために出演してる役者の人とかを呼んでイベントやってとか。なるほど、面白かった。だからレンタルビデオぐらいまで行けば行けるってことです。なるほどね。ガソリンスタンドはもう頑張れば行けるよきっと。ああ、ひとゆき、ひとゆきってなんだよね。さっきのひとゆき出てくるけど、ひとゆき、ガソリンスタンドはひとゆき、ガソリンスタンダードになるんだつって、ね、あ、はい、そういう感じで見てきます。よし、 GoPro 撮影ストップ。